皆さん、こんにちは。サッカー愛からサッカー4級審判員の資格を取得し、ワールドカップカタール大会において解説で大活躍を見せた日向坂46の影山優佳さん、2023年2月17日にグループを卒業することを発表し、世間から驚きと悲しみの声が上がりましたね。この突然の発表に、影山さんの卒業理由について様々な噂が浮上していますよね。今回はそんな影山さんの卒業理由について詳しくご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。影山優佳さんは2001年5月8日東京都出身の日向坂46メンバーです。弟はサッカーの名門チームで多くの日本代表選手を輩出している三菱洋和 SC ユースのキャプテンだとか。また弟だけでなく、影山家は家族全員がサッカー好きだそうです。2016年の5月中学校3年生の時に欅坂46の追加メンバーオーディションに合格したことをきっかけにアイドルデビューしました。それからは2022年ワールドカップのサッカー解説で大活躍し、一気に知名度を上げ、今後の日向坂46でのさらなる活躍に期待が寄せられていました。また2023年1月28日に天才集団として認知されているメンサに合格したことでも話題を呼びました。そんな中、影山さんはなんと2023年2月17日に突然の卒業発表をしたのです。次のシングルをもって卒業することが明かされました。一体影山さんの卒業理由は何なのでしょうか。影山さんは自身の公式ブログにて卒業について語っていました。その中から一部をご紹介します。私、影山優佳は次のシングルでの活動をもって日向坂46を卒業します。今後について考え始めたのは1年以上前で、2022年の夏には心を決めていました。理由といたしましては、ライブ活動でのやりづらさや心理的ハードルを持ち前の気合や我慢強さでも乗り越えられないと感じるようになったことと、それに伴って積み重なってしまった自己嫌悪を取っ払って、明るく楽しく自分を生きるために新しい自分を見つけていく必要があると思ったこととがあります。なんと卒業することを2022年の夏には決心していたのですね。ワールドカップの時期は卒業を決めた状態での活躍だったということに驚きですね。卒業を考えるきっかけになったのは、ライブ活動でのやりづらさや心理的ハードルということですが、さらに詳しく調べてみると、耳の病気、聴覚過敏が原因としてあるようです。影山さんは2022年12月17日18日のクリスマスライブ「ひなくり2022」を欠席されたことがあります。その原因となったのが耳の不調だったのです。欠席の報告については、今回の卒業報告と同じく自身のブログにてされています。今月17日18日に行われるひなくりを欠席させていただくことになりました。小さい頃から耳の感覚が鋭く、大きい音に苦手意識があったのですが、1年ほど前からライブで苦しさを感じることや、その程度が大きくなっていました。今回お医者さんからのアドバイスにより、ひなくりの出演を断念せざるを得なくなりました。大きい音に苦手意識があることは、ライブをするアイドルにとってはかなり致命的ですよね。ここ1年で症状が悪化し、いわゆるドクターストップがかかったとのこと。今回の卒業でも耳の不調に関して触れられています。自分の頑張りたいことが耳の特性によって思うようにできなくなっても、虚勢を張って明るく居続けていたけど、私が私らしくあるために自分の生きがいを探さないといけないと思うようにもなりました。やはり耳の特性が今回の卒業の引き金になったことは間違いないようですね。しかし世間ではもう一つの理由があるのではないかと言われています。それがいじめです。影山さんはかつて日向坂46の中でいじめを受けていたのではないかと言われているのです。実際に先日いじめを思わせるような事件があったことを告発していました。2023年5月24日影山さんはメンバー数人と日本テレビ系「デーデー」の VTR コーナーに出演。大ヒット中の映画
劇場版名探偵コナン黒金のサブマリンの宣伝に登場し、推理者であるコナンにかけてグループの未解決事件を語るシーンがありました。コナンに解決してほしい事件を問われると、同じく登壇していた高本彩香さんが、今でも解決してない謎あるじゃない、影、ミュージックビデオ撮影中に靴がなくなったと影山さんにまつわるグループの迷宮入り事件があることを打ち明けたのです。影山さんはここで、撮影から帰ってきたら私の靴だけなくなっていたと締めを想起させるエピソードを暴露。フィフスシングル君しか勝たんのミュージックビデオ撮影中のことだったといいます。でもその場にメンバーとスタッフしかいなかったから、ちゃんと数は合うはず。誰かの靴があったわけじゃなく、私の靴だけなかったと続けました。結局靴は見つからなかったそうで、影山さんは衣装の靴を借りて一回家に帰って、次の日それ靴を持って行ったと明かしていました。詳しい状況は分かりませんが、このエピソードだけ聞くと、明らかに何者かが影山さんの靴を隠したということになりますよね。それを公共の電波でいきなり明かしたことで復讐を狙っているのではと話題を呼びました。しかしこのエピソードにはファンからは疑問の声が相次いだそうです。芸能記者によると、実はこれ2021年5月放送の日向坂で会いましょうでも話されています。影山は当時靴がなくなったと話したのですが、現場にいたメンバーの補足によって、実は自分の靴と違うサイズが残っていただけと判明。つまりただ履き間違えられていただけで、いじめでも隠されたわけでもないのですと明かされています。なんと影山さんが話を持っているのではと逆に話題になったのです。この事実を知っているファンからは、当時と言ってることがまるで違うけど、2年経って話に尾ひれがついて、いじめられたかのように話の盛るのは違うと思います。迷宮入り事件用に話ねじ曲げたんか、なんで私の靴だけなくなっていたなんて、改変までして誤解を与えるようなことするんだろう、影山さんが敵多いのこういうとこなんだろうねといった声が、影山さんが実際にいじめられていたのか、いじめを演出しているのかは分かりませんが、とにかく敵が多いことは間違いないようです。せめてファンの方たちには擁護されてほしかったですね。いかがでしたでしょうか。今回は2023年7月に卒業を予定している日向坂46影山優佳さんの卒業理由についてご紹介しました。地頭がよく、サッカーの知識もあるので、卒業後も一人で十分活躍していけるのではないでしょうか。今後の展開にも注目していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。